なんかちょうどいい感じでお腹すいたなーっていう時にこういい感じですね。さっきのお昼とかも最高にお腹すきました。お味噌汁も美味しかった。でもさすがに味を上げてくれませんでしたね、やっぱね。あの料金で上げるっていうのはちょっとやっぱね、3500円の分やっとしてくれるかもしれないけど、1500円、1800円でやっとしてくれるかもしれない。まあ、ダメ元で言ってみたいですけどね、してくれたら、ね、あそこでしてくれるとちょっとね、もっとしたことだよね、映画館放送しないと言ってました。でも、あのお値段で あの品質は良かったですね。平野に行かれたら、平野観光協会みたいなところが、道なりにブーって行くともそこに頼みますから、ここで美味しいお寿司屋さんはあるでしょうかと教えてくれる案内書みたいなのがありまして、行き当たりばったりでそこに行きますと、そこのお隣がもうすでに私が今回の目的だった和菓子屋さんにたどり着きまして、何も迷うことなく、で本当は蔵開きのね、お酒屋さんというか、蔵元がね、蔵開きやってましたけど、そこはストレスです。なんかかわいそうなので、運転する人が目の前で私だけが飲むなんてとんでもないので、ちょっと避けました。お酒にまつわるものって今、運転とお酒っていうのが相性が悪いもの、まあ、もちろん昔からそうですけど、あの辺がね、せっかく来ても、蔵元に行って、その、なかなかちょっとこう、いい感じで入り込めないけどね、難しいね、そこはね。なんか思うと、そば打ったりしないんですか？本当？なんか似合いそうよ。そば打ったりとか。なんかありますよ。なんか。これどうですか？モテモテよ。よかった。今よかったって言ったら、空打てたらかっこよくない？魚捌けるのもかっこいいけど。魚でしょ？魚でしょ？魚でしょ？私、イワシやったら捌き。捌けるうちに入らん。いや、そんな、できるのかって言いました。そう。今だってイワシ柔らかいけん。だけど、ちゃちゃちゃってできるけど。アジの方がかえって、強いでしょ？方向間違ったら手切らすって、それ気をつけてくださいね。なんか、牛のように、
牛のようになんか走ってますね。はい。はい。牛よかった。うん。よいしょよいしょ。もう来てる。勝ち負けの勝つじゃない、勝つかと思ったら、いや違います、勝負。割とそんなに。ほんとだ。せっかく来てる。せっかく来たの、いや、いいやん、こんな野郎が。近藤ことでやっと。今夜は今に。